アガラスは南極観測支援を任務とする南アフリカの調査船。船体は対氷構造であり、南極及び周辺諸島に設けられた観測拠点に科学者、基地要員を運び、その活動に必要な物資を輸送する。また気象観測機器、採水機、船内研究室などを備え、南極周辺海域での科学調査に従事する。 所属は南アフリカ環境観光省。建造は三菱重工下関造船所。ケープタウンを母校とし、南極ドロンニングモードランドのサナエ基地と、プリンスウェイ・エドワード諸島のマリオン島基地、およびイギリス領ゴフ島の速攻所への補給活動を行う。物資の陸揚げのため全甲板に25トンクレーンを装備。船体後部には、 ヘリパッドと中型ヘリコプターに気分の格納庫を持ち、オリックスヘリコプター等を運用して人員と物資を空輸する。2002年6月、ドイツの貨物船マグダレーナ・オルデンドルフが南極のプリンセス・アストリットコーストで氷に閉じ込められた際には、アルゼンチンの砕氷艦、アルミランテ・リサールと共に救助に当たり、アガラスはヘリコプターで事故船から人員を収容して、 ケープタウンへ送り届けた。2012年4月、宣令30年を超えたアガラスは南極への補給任務を新たに建造された本格的な再氷船アガラス2に譲った。同年7月より南アフリカ海事安全局に移管されたアガラスは新たに練習船としての任務につき南アフリカの船員の訓練に使用されることになった。ありがとうございます。